さあお待たせいたしました。本日の最終試合でございます。ヌルゲーミング VS デトネーションゲーミング、ブルーサイドがヌルゲーミングとなっております。さあ、はい、最初のファーストバンですが、一体何をバンしてくるでしょうか。ロックイン時間じっくり使って、ね、さあここはグレースと、まあ、当然デトネーションゲーミングは先週もかなりグレースをやっぱり警戒しているような形が多かったので、ここもグレースバン、まあ強いのは間違いないですね。ライラバンが一般的ですけれども、サムエルなどのことを考えるとちょっと難しくなってくるのかなと思います。なるほど、何をバンするかと。シュン選手もサムエル非常に上手い選手なので、やっぱり使わせたくないのかなと。あとやっぱりケストレの評価ですよね。相当さん、韓国勢のケストレの評価は高く、ファーストピックレベルで大事なキャラクターとされているので、まあ、このダブルバンにおいては強いんですが、なんとライラを開けてサムエルバンですね。となるとヌルゲーミングとしてはこれライラを取るべきというか、取らされたとも取れるような解釈ですけれども、まあ、自分たちとしてこのライラを主軸に置くことによって非常に動きやすいピックはできると思うので、まあ、ここは安定してライラ、まあ、誘いには乗るべきですね。当然それを相まってとんでもなく強い、キャプテンヒーローですから、ここはライラです。まあ取らされたとしても強いので、まあ、これは絶対にマストピックと言っていいと思います。そこまで読めてのこのサムエルバンになってるでしょうから、デトネーションはこの答えに何を用意してるか。さあライラを取らせてランス、ちょっと面白いですねこのピック。キャプテンを潰されたくなかったということでしょうね。ランスかアーダンなどは残る、まあ、幅は広く2手目でも取ってもよかったんじゃないかなと思いますが、ただランスバンをされる可能性が高いというところを読んでですかね。ランスはさすがに取っておきたいと。そしてサムエル、イドリスバンということはダブルレンジをやりたいよと、まあ、バロンに対するプレッシャーをかけてここ強制バンさせるという考えもできますね。まあ、バロンを取りたい、もしくはそうですね、スカイとかセレスとかになりますかね、ジャングルだと。あとはレーンだとそうですね、まあ、バロンくらいですかね、あとケストレルですか、とかを取りたいっていう強い意志を感じますね。まあ、ダブルレンジを全体的にやりたいように見えるバーンドピックですが、デトネーションゲーミングジャングルのカルストン選手はレンジよりもメレーの方が得意な印象があるので、ダブルレンジをやるのはちょっと驚きというか意外だなとも僕は思いますね。まあ、密かに練習していたんじゃないでしょうかということです。まあ、まだダブルレンジかどうかは分かりませんが、さあヌルゲーミングここの番じっくり考えてバロンですね。まあさすがにイドリス番でバロンは開けられないっていう選択だと思いますね。さあそしてここはデトネーションゲーミングボックスをピック、まあ、かなり相手のジャングラー見てからピックを選ぶことができますので、まあ、かなり万能なピックですね、ま、このそうですね、ダブルレンジでもいいしメレー置いてもいいしっていうすごく対応力の高いバンドピックになったと思います。ランスボックス見ただけじゃちょっとカウンターというものを提案しづらいですかね。しづらいですが、グウェンいいですね。グレン面白い、グウェンピックに対してあとジャングラー、ケストレル、そしてセレス、スカイなんかのレンジでもいいですし、まあ、命令を使っても面白いと思います。ここピックのアバーとてつもなく広いですね。何が来てもおかしくない、そしてかなり噛み合いもどのキャラクターでもいいと思うので、一番さカウンターを取られにくいキャラクターっていうのをちょっと考えた方がいいかなと個人的には思いますが、さあそのカウンターが少ないヒーローとは一体何なんでしょうか。ヌルゲーミングが出した回答とはいかに、ちょっと難しいですね。さあもう時間がないが、タカですか。タカとなると、ま、あボックスに対して ある程度圧力をかけつつダブルレンジはさせないよと。ケストレルなど、いやセレスやスカイなど取りづらいような形で、まあ取れないですね、ここまで見ると。さあ最後はグランプジョー、ここはメレーを選んできました。かなりカラスポン選手が、まあ、練習しているというか、実力あるというのを話を聞いているグランプジョーをピックしてきたというところで、このグランプジョーバーサスタカービルドは似ていますが動き方は全く違うキャラクターで、アサシンとして戦うタカに対してある程度そのタンク兼ダメージを期待されるグランプジョーという構図になるので、これグエンタカのバースト特に中盤ですよね、ちょっとそのタツキ選手のボックスが耐えられないくらいのバーストを一気に浴びせられる可能性もあるので、まあそうですね、バックショットボランザある分やはりタカとグエンのダメージの合わせるっていうのが非常にやりやすいので、これをボックスがどうやって対応するかっていうところ、
気になりますね。またやっぱりそのテンションからいくグエンがビルドするのであればそのテンション棒の乗った、そして強化通常のパッシブの乗った通常攻撃とんでもないダメージが乗り、そこに鷹の X 列などで飛び込んでくるとなるとかなりその集団戦の形というのがデトネーションはしづらくなるので、だいぶそのアーリーから中盤に寄ったこのグエン、そして鷹というキャラクターを用いて、対してボックスある程度レートゲームでも戦えるようなビルドしてくると思うので、まあ、そのある程度序盤でそのグエンと鷹を押し付けて優位を取れるかどうかっていうのはちょっと注目してみたいですかね。まあ、逆に相手にまあいい形で当たれないようにランス、グランプ・ジョーが頑張って、まあ、ずっとまあ 引かせて、まあ、ボックスがね思う存分ポテンシャルを発揮させるような環境を作れれば、デトネーションゲーミングもすごいいい構成になりますから、まあ、どっちが強いのか、そしてまあ序盤も気になりますけどね、タッカー、グランプ・ジョーどっちも荒らしていかないといけないヒーローですね。ミニオンが取れれば美味しいですし、エルダートレント争いというのがかなりこう過激なバトルになるのかなと思うので、ちょっと注目してその当たりそのタイミングっていうのは見ていきたいなと思うんですけど、まあ、ジャングル有利を取った方のチームが一気にそのまま試合を有利に進めると言っても過言ではないマッチアップになっているかなと個人的には思います。なのでこのシュン選手 VS カラスポン選手のジャングルの当たり合いっていうところ結構大事なんじゃないかなと思いますし、注目して見ていきたいなと思いますね。デトネーションゲーミングの新メンバーでありますカラスポンが、まあ、どれだけ、ね、ジャングラーとしての存在感を出せるかどうかというところにも注目して見ていきたいと思います。まあ、全体的にはやはり集団戦というのがどこかのタイミングで起こってくると思いますから、そのジャングルの主導権の争い、そしてその後の集団戦というところへのつながりというのもかなり大事になってくるので、まずどれだけジャングル、そしてレンで有利を取れるか、序盤戦、そして中盤戦以降の集団戦のところまで、かなり目白押しなマッチアップになっちゃう、まあ、両方どちらかといえばアーリーのような構成になりますから、どっちがね腐らずに先に仕掛けることができるかで、まあ、かなりね試着は早いんじゃないかなと思いますよね。まあ、特にジャングルはまあそうですね、レインはちょっとボックスの方が後ろに寄ってるかなってイメージありますけど、まあ、ジャングルはかなりその中盤が強いキャラクターが2体とも並んでるので、まあ、ここのどちらが有利を取り、どちらが腐ってしまうかっていうのをね、ちょっと注目してみたいですね。はい、さあ皆様大変お待たせしました、本日の最終試合でございます。ヌルゲーミング VS デトネーションゲーミングです。試合スタートです。お待たせいたしました、ブルーサイドがヌルゲーミングとなっております。そうですね、シュン選手はファームをしたいビルドになりましたね。対してカラスポン選手は当たってもいい、そしてファームもまあある程度早い、ハイブリッドな、まあ面白いですねこのピック。さあガブリンスがしっかり視界をチェックしている、来ているのは分かりました。サツキ選手上にフレアを叩きましたね。これで場所は割れたと、タカが、まあ、裏から角初手角でというのもまあなくはないような感じですかね。いやちょっとこれはさすがにレベル6っていう、あレベル1ってところが高そうと弱いので、これヌルゲームがしょうがないですかね。こればっかりはちょっとそうですね、テクニックで補えるものではないかもしれません。まあ、ここは先ほど2試合目か1試合目でも言いましたが、このレベル1が強い側のいいファームの仕方、はい、相手のトレント、エルダートレント、自陣のトレントを狩ることによって、相手のファームを削りつつ自分たちの、ファームをしっかりとするというようなスタートをデトネーションしましたね。なるほど、これでかなりこのカラスポン選手レベルをどんどん上げていきたい、そして経験、あお金を稼ぎたいジャングラーが育つような形にはなったかなと思います。さあ1分半ですが、さあお互いやっている、さあ一つはここはどうだ、ソニックズーマミニオンに当たっているが、それでもパルスのダメージがいい、ガブリンス選手にいいダメージ入ってますが、代わりにタツキ選手も結構いいダメージが入っているので、まあ、ここミニオンのダメージもらいすぎましたね。そうですね、ミニオンが溜まっているところに来たというのもありますが、ここはダメージはまあイーブンくらいですかね。そしてタカは最速で旗まで行きましたね、ハートから積んでましたから、早いです。これによってまあファーム差も出てきそうですね、周回のスピード。しかしエルダートレントを制しているのはデトネーションゲーム。デトネーション、これはエルダートレントの管理をしっかりとしている証拠だと思いますね。この低レベル帯の枠時間しっかり管理ができていないとちょっとこれはうまく枯れないと思うので、しっかりと時間帯を計算しつつ、エルダーを管理していると。さあお互いがしっかりファームをしていますし、倍のタイミングもかなり似通った状態で、ジャングルはただこれは寄れるのはデトネーションに対して寄ることはちょっと難しそうですかね。ヌルゲーミング先ほど勝ってしまったと、場所的にちょっと無理がありますね。ただこれ都市殺戦場が先にミニオンに触ることはできたという状況ですかね。さあここでガブリンスも合流している。
帝国の紋章しっかり決まってさあ一つも合っていますが、さあ外車の壁でダメージを大きく与えていきます。攻めに帝国の紋章を使ったのを見てこれは攻めているようにも見えますね。そうですね、かなりガブリン選手がそのダメージというものを考えて帝国の紋章を使っているように見えるので、そこをうまくカウンターのような形でダメージを与えに行ってますが、今とかやはりアンスのこの序盤のある程度の火力というのをうまく活かしているような状況だと思いますが、さあここで、まあ、ストームガードありますので間に合いましたね。さあシュンが面白いところにいるが、いやこれはちょっとどうしようもないですね。クイズも見えているので、さあ角でここは逃げる形、うん、ゆったりとしたファームからのスタートですが、エルダートレント争いは全勝ですね。カラスポングラント城、やはり最初の周回がずれていることによって、まあ、そこの大きな差がありましたね。やっぱり1周目のエルダー取れるとその後のエルダーの管理というのも非常にしやすくなるので、まあ、それを生かしてエルダートレントを管理し続けたというような状況になっていると思いますね。さあ間もなく4分になります。まあ、レベル差がつきそうではありますが、この6レベルを、ね、先行したのを生かすことはできるでしょうか。カラスポンレベル 6X 列、そして満腹ともに非常に強力なスキルなので、仕掛けどころとしては非常にいいタイミングだと思いますね。さあここで4分になりました。ジャングルが活性化いたしましたね。いいローテーションですね。ガブリンスが、しかしブーツを使って外車の壁引っ掛けている。さあ突進をもらって、さあついに生まれたファーストブラッド、ここはうまくフェイスチェックしたタイミングをしっかり狙っていきました。デトネーションゲーミング、浮いているキャプテンを完璧に捉えたような形になりましたね。ただこれ何かに繋げられるか。さあ一つ当たっているが外車の壁をはまっている。カラスポのダメージも大きい。ブーツも吐かされてしまいましたね。ストームクラブなくてもいいダメージ出ますね。いや、そしてこれ反響が地味に地味に痛い。さあ対するシュンは、まだエクセスがないですからね、前には出づらいか。ヘルプに入りますが、ちょっと仕事がまだしづらいですかね、この時間帯は。さあここでトレントも駆られてしまう。ただここでとっさと選手のグエンにテンション棒、そしてシュン選手にもクラウンができるタイミングなので、かなりそのヌルゲーミングとしては一つ強いパワースパイクを迎えていると言っていいと思いますね。旬6レベルまで間もなくですからね、これは一瞬で溶けてしまわないか心配にはなりますけどね。ワンバーストとんでもないダメージを食らってっていうような展開っていうのはありえると思うので、そのデトネーションとしてもタツキ選手は特に立ち位置というのは注意をしとかないといけないかなと思いますね。なるほど。さあ5分半です。通常攻撃やっているが、テンションボールダメージ痛い。ここは互角ですね。そしてレベル6からスポーンもかなり怖いですね。このグランプ上の圧力というのはかなり、まあ迂闊には前に出れないでしょう。ヘルゲーミングとしては効いてると思います。だからスポーン高が見えているが、突進角で下がる。さあフレアを焚いて、さあ満腹ですが、ここはうまく避けていきました。ガブリンスいい反応ですね。これで相手の攻め手というのを若干遅らすことができましたね。立ち位置も少し安心が出てきますよね。そしてその間にレーン上の有利というものを取れるだけ取りたいですが、タツキ選手は先にポイズンブレーキング、あーごめんなさい、テンション棒ですね、まで完成しましたね。しかしとしさとも英才を覚えているレベルです。これは英才インシエートで一瞬でワンキャッチワンバーストも全然考えられますね。で旬の高にもアフターショックが完成、そしてレベル6と非常に強力な時間帯を迎えましたね。ヌルゲーミング、お互いにダメージとしては非常に出る時間帯になってきていると思うので、いつ当たりが起きてもおかしくないですし、どちらがあってもちょっとおかしくないかなというふうに思いますね。さあアーリーによった2人が、まあね、どっちが先にアーリー展開を作れるかどうかですね。とし里選手はこれはタローまでちょっと足りないか。フュージョンを買いました。いいですね、攻めるフュージョンで仕掛けるのは面白いです。このレーン上の、まあ、プッシュの試合ではちょっと何も作り出すことできませんから、これうまく使ってタレットの圧力をかけたりジャングルでのファイトをしていくというのが一つ狙いになりますかね。対するカラスポンタツキもここはで、インフュージョンを購入です。タカはまだ飲んでいませんね。お金がちょっと足りなさそうですね、タカは。となるとこれはシュン選手のみインフュージョンがない状況になりそうですね。さあタルテン手をかけるか、バックショットマンダー A サイはこれはビビクズがボディブロック、カークも使ってしまいました。面白いタイミングで A サイ打ちましたが、
ここはちょっとランスに当たってしまいましたね。ここのタレットいかに守れるか、逆にカウンターができるかというのをちょっと注目したい。かなり攻めにくいとは思うんですが、いやーインフュージョンダメージ痛い。ライラに対してこのダメージ、んちょっとこれはインフュージョンを飲んで戦いたいですけど、トシタツ選手はサローを作りに行きましたね。うん、ただサローブレードを作って一旦下がるが、これそうですね、うん、早いですね。逃げるか勝ちも使って合流しましたね。さあそれによってなんとかファーストタレットしっかり守っている。さあその分相手のジャングルを荒らしつつ鉱山やるかどうかですが、依頼もあります。ちょっとさすがに鉱山は危ないと思うので、ここは一回バックをして、さあ鉱山を触りつつ圧力をかけました。さあこのタカが怖いですが、さあ XS、 おっと使うのはビビクイズに。さあグランプジョーがその間にやっていますが近づけません。大量のゴールドボーナスを獲得したのはデトネーションゲーミング。これはうまく相手のこう隙をついたような金鉱山になりましたね。かなりいい取り方をしたと、まあ、このクラウンを初手に積んでいるからこそグランプジョーができる動きになっていると思いますね。うん、かなりオブジェクトにも強いですし、ここでアフターショック完成ですね。ですね、これでかなり火力の面も期待することができると。さあコンバトロールから通常逃げるが勝ちをしっかり待っている。さあしかし通常が一発当たらなかったか、あとギリギリ届かない、危ない、よく生き残ったとしたと。ただこれでちょっとタレットがきついですね。ヌルゲーミング赤一人で守りきることができるでしょうか。さあここはガン無視、通常攻撃をバンバンと打っていく。さあここでファーストタルト破壊して、さあ突進のダメージかなり痛いですね。さあエースハイですが、ここはまたしてもビビクイズボディブロック。さあそしてカツキが前に出ている、帝国の紋章を使ってなんとか生き残る。いやこれはかなりヌルゲーミングとしてはタカが腐りつつあり、そしてグランプジョーが育ってしまってますね。なかなかタツキを捕まえることができていませんね。ボックスも相当育っているので、もう3武器までできていって、反射ブロック、後頭部プレートかなりビルドとしては進んでますよね、そしてグランプジョーも2手まで積んで、もう徹底してここでお金をタツキ選手は集める動きをしているので、またボックスのスノーボールというのはかなり進みそうですよね。ちょっとヌルゲーミングとしてはその仕掛けるタイミングをうまく作り出せないまま、じわりじわりと押されている展開ですね。まだアトラスの健康がないので、ちょっと魔導の扉インでは、まあ、ちょっと物足りないですね。仕掛けづらいですね、魔導の扉インも。タツキ選手にタカがダメージを出しに行かないとちょっときついのかなという印象を受けますね。これは瞬1073の動きにかかる。さあエクセス入っている、タツキに対して大きなダメージ、ここはブラックを使って、しかし再生の泉を使っている。さあここで戦前復帰、そしてグランプジョー食べる、トシタと食べている、そしてこれはどうだ、エクセス回転は届かない、いやまた生き残ったタツキにしてな、これ致命傷をしっかり反射してますね、タツキ選手。素晴らしい。さあそして1つ回っている、うまくガブリンス横に、まあ、下がっていっていたんですが、これは逃げ切れない。さあここは 3-0 交換のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング。これで一気にスノーボールしましたね、デトネーションゲーミング。サードタレットは難しそうですね。いやサードタレット多分触ることはできますね。これタツキ選手まず X がちょっと入ってないか、ダメージが相当ローヘルスになったんですが、ここでアンチフェーズから戦前復帰。で、年里をこれ食べて、外車もらってしまいました。シュンは一回回転して距離を取ってから X をしたんですが、こう反射されているので致命傷が入らず、タツキ落とすことはできずと。ちょっと、あと一歩が足りませんでしたね。で、3問目はまあ折れてはないですが、削った形になってますね、デトネーションは。これはタカが辛い展開になってしまいましたね、ヌルゲーミングとしては。いやーイージス完成しましたから、よりちょっとタカのダメージでは物足りなくなってくる時間帯になってきたが、そうですね、ブロークンミスまで積みたくなってきてしまいましたが、ただちょっとそのアトラスの健康を持たないとタツキボックスを誰が止めるんだというような展開になってきているので、ガブリン選手まだちょっと完成までは遠そうですよね。もう800ゴールドくらい稼がないといけないと。さあ大量のゴールドボーナスを獲得していったのはデトネーションゲーミングという結果になりました。じわじわお金差が開いて、気づけば 8K 差まで来てますからね。いやー 8K ですか。これは見えないところでのお金差結構つけられてますね。ちょっとその簡単に返せるお金差ではなくなりつつあるので、そしてタツキ選手はこれで防具まではフルビルド、あとブーツだけと。
いやー、これでインフュージョンを買い直す。相当育ってますね。カラスポンも防具もしっかり完成していますし、これはダブルタンクの中でなかなかタカがいい環境でダメージを出すのが難しそうですね。13分前170超えですか、タツキは。ジャングルかなりもらってますけど、それでもこのクリープスコアちょっと CS の量はとてつもない。そうですね、年下と比較するとやはりまあ分かるような差になってきましたね。ちょっとこの狭いジャングル、あの広いレーンではあまり戦いたくないですかね。タカが機能しづらいのかなと思うので、3本目はちょっと手をかけられないか。これは待つか、待ちですか。待ちですね。さあ、でトレントを借りつつビビクイズが様子を見るような形。クイズは様子を見てジャングルを借りますか。これは相手がいれば仕掛けてもいい。さあ、シンは過去使った後です。さあ、サードタルトですが、バックショットボランザでミニオンのファームが早い。こうどれだけ守れるかだと思いますが、さあ、角から X イン入っている。外車の壁を避けている。エースハイはこれは不発だが、タカがやはり火力が足りない。そして年下に2人で張り付いて一瞬だ、一瞬での出来事。さあ、窓の扉使ってなんとか逃げたいが、外車の壁が入っている。一つも割っている。さあ、ここはダブルキル。カラスポン30効果のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング。ちょっともうグエンもタカもあまりダメージが期待できなくなってしまいましたかね。いや、外車の壁は当たっていなかったように見えましたが、それでもタツキ1人で対応できてしまうぐらいには余裕ができているか。さあ、ここでポスタレット、キックタレットも破壊していく。さあ、現在14分だが、さあ、X ですから、しかし丁寧に対応している。さあ、もうこれはもう逃げられない。さあ、そしてこれはアトラスの健康も避けている。タツキにしたら、ここでライラを落として、ここはハンジャブロックしている。さあ、そしてさらに瞬に飛び込んでいく。ここは食べて、そしてどうしようもなく、エンドイットという形。15分を待たずして1勝を獲得していったのはデトネーションゲーミング。スノーボールかなりできていたと思いますし、レーン上でプッシュをして、自殺選手からダメージ食らう前に攻めることができていたと。タカとグランプ上どっちが先に存在感出すかっていう戦いになっていましたけど、 X の瞬間と言ってもいいくらい、外車当たってますね。外車当たってるんですよね。回転の前に外車使ってるので、これがタカ一番きついんですよね。そのスタンのスキルをしっかりと反射できないと、もしくはダッジできないと、柔らかいだけでただ殴られてしまう形になるので、そしてここでもう一度ガイシアを当てて、そして一つと、まあそうですね、 X 列の後若干の硬直があるので、その間に、まあ、反射ブロックなどをしておかないと回転が間に合わないという状態になりますからね。そうですね、完全にそのボックスにしっかりとファームをされて、まあ、これファームされるのはしょうがないんですけど、やっぱり高が圧力をかける前に、そのレベル1のファーミングのところで、やっぱりカラスポン選手のグランプジョーの方が先に優先的にレベル6になり、主導権を握ることができていたというのが、この試合のかなりターニングポイントになっていたかなと思いますね。まあ、昨今はですね、タカというヒーローに対してだいぶ研究が進んでいるので、トッププレイヤーのチームは、まあ、タカ対策っていうのがかなりできている印象を感じますね。やっぱりその武器を3手目まで先に積むのはキャリーは共通だと思うんですけど、そこからのイージスに行く速度っていうのは非常に速くなっているチームが多くて、そのタカ対策っていうのはしっかりできているのかなと思うチームは多いですよね。そしてタカ序盤から潰すことがある程度できるので、特にあのレベル1のあのファーミングですね、相手のそのタカ側のトレントまで強引に入り込んで奪うということができるので、先手を取って強いタカっていうのがちょっと作り出すことができない。タカの強みは、先手を取ってレベルを上げて、そしてビルドが進んでる時なのかなと思うので、ちょ先手が取れないタカは後手後手にはちょっと弱いのかなっていう印象ありますね。やっぱり積極的に、まあ、あらゆるところから登場し、まあ、相手の、ね、陣形などを崩しつつ、まあ、いいタイミングで逃げ、その後にキャリーと合流して一気に叩くというような戦いとかですよね。まあ、スキルを使わせるっていうのもタカの役目なんですけれども、まあ、スキルを使わせてね、落ちてしまっては意味がないですからね。まあ、そのうまくダメージを出しつつも相手を撹乱するような動きっていうのがタカには求められてくるんですけど、かなりその動きの中での対応力っていうのも上がっているチームが多いのかなと思いますし、まあ、ビルドの面で先にその早め早めにイージェスを作って、そのダメージを最小限にとどめるってこともかなり浸透してきているので、まあ、なかなかそのタカのダメージというのが通りにくい
いい環境というか対策というのは完璧できているのかなと思うので、やっぱりちょっと鷹を使うというのが難しくなりつつあるのかなとは個人的には思いますね。さあ今度は、サイドが入れ替わりまして、ブルーサイドがデトネーションゲーミング、レッドサイドがヌルゲーミングとなりますが、まあ、先ほどの試合内容を踏まえて、まあ、ピックの変化というものどういったものをつけていくかですね。やはりダブルアーリー対決だと、ね、まあ、制した方が、まあ、早い決着で終わってしまうという通りでしたけれども、今度はねヌルゲーミングどういった構成をするのか、まあ、そしてデトネーションモードで構成するかっていうのはちょっと注目をしたいですけれども、まあ、ダブルレンジをお互いやることもできますし、今のような命令をやることもできるチームではありますから、幅広い構成の中で、まあ、バンドピック特にファーストバンなどを見ながら見ていきたいですね。さあ皆様大変お待たせいたしました。デトネーションゲーミングがブルーサイドでお送りしております。まずはバロンバン、グレースライダーどちらかを取るというような戦略の一つです。両方開けましたね。これどちらかは、まあ、型をバンすればどちらかもらえるというような状況をデトネーションとしては作りたいという意思を感じますね。ヌルゲームはグランプ上版ですか。いや、まあ、どっちか欲しいってことなんでしょうね。グランプ上相当めんどくさかったってことだと思います。あとはやっぱりそうですね、グレースライラー両方開けてどっちかはくださいというような形を取ってますよね。さあそれを見てデトネーションゲーミングはどっちを取るんでしょうか。グレースですね、うん、グレースの方がやはり評価高いということだと思います。対するヌルゲーミングはおっと、まあ、ライラをバンさせてもいいし、ランスがいるので大丈夫でしょって感じですかね。うん、なるほど。ボックスの方が優先だと、まあ、タツキ選手に使わせたくない、 そしてトシタツ選手が得意なピックヒーローでもあるので、まあ、自分たちも使いたいと、まあ、かなりボックスとしても存在感大きかったですからね。いい取り上げには見えますが、この後のバン次第ですよね。そうですね、まあ、ランスかライラは欲しいと思ってるでしょうから、自分たちがキャプテンをバンして首を絞める必要性は全くないので、相手のキャリーやあとはジャングラーというのを一つ攻めるのが一番いいのかなと思いますが、そうですね、ケスポレルバンとかも結構いいかなと思いますけど、イドリスダブルレンジの準備をしてますね。イドリスが来ると厄介なので、ダブルレンジをできるように、そして自分たちレッドサイドですから相手のピックを見てから幅広くピックをするための、おっとライラではなくランスでしたね。そしてサムエル、ライラは、まあ、デトネーション取らないだろうという読みからの、先にキャリーであるサムエル、非常に強力なジャングラー、大きいダブルレンジ、かなりそうですね、オーソドックスな構成としてはかなり強力な部類に値します。いいピックができています、ヌルゲーミング。でライラでもいいですし、アーダンでもいいですから、ピックの面というところは非常に幅が広いなと。ライラだと思いますが、オゾですか、カラスポン、グランプジョーとオゾしか今のところ見せていませんね。してブラックレザー、徹底して、いやダブルレンジだと分かればこういうことですか。徹底してダブルレンジをもう潰しに構成を取りましたよね。ここを僕はライラよりもアーダンの方がいいのかなとちょっと思いますが、ガントレットで壁を張りたいのかなとはちょっと思いますけど ね相手が飛び込んできたところにウォートレットで走って逃げて、まだ来るならガントレットも下がり目のガントレットを打つなんていう形でディスエンゲージ、逃げるような形を取りきった方がいいの。フォートレスですか。フォートレスですか。これはもうメレーに対してフォートレスというのは非常に強力なので、まあ、戦うと、その下がって対処するんではなくて、そっちから当たりに来るんだったらこっちも群れの襲撃打って逆に反転して当たるぞというようなピックになりましたね。まあ、スローかかりますし、まあ、致命傷も入れることができますし、メレーはね本当に処理が大変ですから、かなり、まあ、フォートレス面白いんですけれども、まあ、いかんせん、引いても結局オゾっていうのはクールダウンを上げるビルドをかなり積むので、その簡単に2番スキルが上がってまた飛び込まれて、アダンのガントレットがない、ウォートレットがない中での集団戦というのはかなり厄介なので、シェライラも同様ですよね。窓の扉で逃げても、その窓の扉が切れた後にもう一回飛び込まれたらきついので、もう飛び込まれたら飛び込まれたで応戦する覚悟はできてるってことだと思います。ただそのフォートレスを使って前に出るのではなくて、引きながらの集団戦をするためのフォートレスっていう、まあ、新しいその新機軸なピックだと思いますね。集団戦に勝つってことがあくまでベースになっていて、そのボックスのダメージの補助っていうところにフォートレスを使う。そして相手にとっては非常に嫌ですよね。オゾも、ブラックレザーもその犬を処理してフォートレスの子犬を殴っていれば、その間相手から一方的にダメージをもらうので無視したい。ただ無視すると無視するでボックスのによってスタックが溜まって暴れると、かなりこの
守りのフォートレスっていう感じですけど、まあ、そこからの反転っていうのもできるので、引いて引いて引いてきつくなって逃げようとしてるデトネーションを逆に追い立てるってこともできるのかなと。まあ、ただピールはもちろんできないの で、 そうです、ね、まあ、グレースなんかにホーリーノバとかで丁寧に処理されたら、まあ、安心して前に出れちゃうんで、そういったところをねどう対策してくるのか。守りはもう完全にないので、もうキャプテンで。ただ今回はホーリーノバちょっと生きないかなと思いますね。クイ選手後ろから援護するのが多くなるかなと思うので、まあ、このクイ選手にもちょっと注目はしたいですね。さあ、お待たせいたしました、デトネーションゲーミング VS ヌルゲーミング試合スタートです。お待たせいたしました、ブルーサイドがデトネーションゲーミングとなっております。まずはレーン渡月選手としてはゆったりファームをしたい、そしてオゾとしてもカラスポン選手としてもかなりゆったりとファームをしたいと思ってるでしょうから、まあ、ゆったりゆったりバトルはスタートすると思うんですが、問題はレーン上でしょうね。ブラックフェザー対ボックスという動きも気になります。ボックス相当プッシュ早いですから、ガン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 プッシュをしていくということができる。ビビクイズ対トシサとの戦い、祝福インからある程度削っては置きますが、相当そのボックスの方がプッシュという面では早いので、そのフォートレスの弱みであるレーン上で仲間を守る動きができないっていうのがあんまり目立たないですよね。うん、こっちが攻めて先手を取っているのであれば、あまりそのフォートレスの味方を守れないっていう能力はあまり関係ないので、むしろそれフォートレスの強みを生かしてガン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 ダメージを与えればいいと、かなりその先手をレーニングのところで取りたいように見えますね。さあね、ドラゴンブラッドから積んでますから、レベル2あたりからね一気に仕掛けることもできますので楽しみです。さあ、ここはフレアでガブリンスの位置は分かっています。いいですね、このしっかりとフレアにガブリン選手自分から移りに行けば相手としてはエルダー触れないので、まあ、時間のロスのためにロスをなくすために下がるしかないと、でエルダーをしっかりとキャプテンが一人で止めることもできる。さあ、スキル1使っているドラゴンブラッドは打たないですね。ただ十分だと思いますね、やっぱりタツキ選手としては相当やりづらいでしょうから、こうしてやりづらい状況を作り出すだけでも、そのレーニングやっぱりボックスの方が今は有利なのかなと。まあ、相手がメレーなんで、フォートレス本当はレーニング上では弱いんですけれども、ね、安心して前に出れますよね。逆にフォートレスが生きている形で、ドーリーマウントですね。さあ、そしてタツキ選手の前に出たところ、ドラゴンブラッドも入っているが、ホーリーノバルフォローしている、ノンポイント入っているが、ここは通常でついに生まれたファーストブラッド。さあ、ヌルゲーミングがしっかりと助け落とすことに成功しましたね。シュン選手は危機を察してブーツアウトで逃げていきましたね。いや、いい反応です。これができればやっぱりその守りのフォートレスとしても作用しますし、攻めとしてもこれはかなり効果的なのかなと思うので、ええ、かなりそのブラックエザーとオゾは厄介でしょうね。このフォートレスという存在が僕はその持ってるよりフォートレスが集団戦厄介になると思うので、ちょっと集団戦早く見たいんですけど、まずこのレーニングですらちょっと厄介なのかなと。そのブラックエザーがうまくやりたいようにハラスをかけつつのファーミングというのができないので、ボックスプッシュ早いですから、ガンガンプッシュされて先ほどのように後ろからサムエルも来てとなると、ブラックエザーちょっとファームする場所がないので、ジャングルのお金を吸わせてもらうと。そうですね、まあ、サムエルの表裏マウントもありますし、なかなかいかんせん。さあ、表裏マウントから、さあ、タレットラ狙いはドラゴンブラッドもかけている。さあ、タツキに対して大きなダメージ、確かに相当やりづらそうになっているが、ガブリンス落とすことができるか。さあ、ここは落としていく、なんとか1キラ取り返していく。さらにここで飛び込んでいくカラスポン、しっかりフォローができています。さあ、クリサイダーはビビクイズがもらっている。ここは逆にカウンターを食らった、しっかりとカラスポン選手が、まあ、対応したようなシーンになりましたね。若干楽になりますかね、ブラックエザーとしては。ありがたいですよね。ありがたいですね。自分が狙われている立場から逆に狙う立場になると、そしてキルを取る立場になるので相当楽になると思います。まあ、相手からもまあ不用意に攻めきれないよという印象をつけますし、かなりいい働きをしましたカラスポン。まあ、そのしっかりと仕掛けるタイミングというのはオゾがいるかどうかを確認しないとダメだよっていう掲示にはなったと思いますし、まあ、逆に言うとヌルゲーミング側もかなり仕掛けにくくなったかなと思いますね、僕は。なので、まあ、まだそれでも行くと思うんですけど、まあ、タツキ選手のブラックエイザーとにかく
いじめることっていうのが一つ重要なので、練習ではそうですね、今強い時間帯ですからね、少しでもいいからそのラストヒットを落とさせるということ、そしてタレットに圧力をかける、HP に圧力をかけたいですよね。ただまだ買い物ができていないタツキ、さあ、低くからトシタドにダメージを与えていくが、ツキ選手、まだ1回しか買い物できてないですからね、多いの割れ止めている、さあ、距離マウント、いいダメージが入っている、再生の泉はギリギリ残しているが、痛い、いや、強い瞬、さあ、ここで再生の泉。やはりサムエルはここが強い、やっぱりこのレベル5あたりからがそのサムエルの本番と言ってもいい、非常に強力な時間帯ですよね。そしてガブリン選手走って戻ってきましたね。さあここでまたしても距離マウント、タレットを背にするとダメージを待ってしまう、気をつけていかないといけない。さあ飛び込んでトスタートにワンバースト、とんでもないが、ここはここはしかしなんとかフォローしてブーツを使って下がりますが、ここはシュンがしっかり処理、ここは泉差が出ましたね。先ほど相手に泉を吐かせていて残していた、ヌルゲーミング側がしっかりと対応しましたね。いやかなり辛いですよ、まだ恐竜もこれから上がるでしょう。さあホーリーの場で僕の動きを止めているが、いやこれはドラゴンブラッドも入っている、折った方がいいんじゃないか、5人でも。さあここはタレットが折れるでしょう、素晴らしい。さあガブリンスもギリギリ生き残っている、怖いですけどなんとかなりそうですかね。うん、あれだけの人数いますからね、不用意には出れませんね、ビビクイズも。いやこれで相当ヌルゲーミングとしては今やりたいことができた一連の流れ、この5分6分前の動きになりましたね。やはりダブルメレーに対してレーン上でのこのダブルレンジ、さらにサムエルがいますからね、相当強力と。いややりづらいと思いますよ。まあタツキ選手はラストヒット取るのでいっぱいいっぱいくらいな感じかもしれないですね。相当やりづらいと思ってるでしょうね。大量のお金を持っていたタツキ、ここでヘビ仮面と、防具ウェポンブレードを積みました。いや防具にがっつり防具に行きましたね、タツキ選手は。それだけちょっと今の時間帯は防具を積んで耐えないといけない時間帯だという認識だと思いますね。なるほど。いやそしてフリーズ、いやらしいというかレーン、まあ、メレーレーン相手には相当刺さります。そしてここにシュン選手が立っていることによって前には出れないですよね。うん、グレースもなかなかインシエイトの手段っていうのは薄いのでメインスキルしかないですから、逆にグレースが浮いてしまうので。そうなんですよね、射程が長い分周りが追いつかないっていうのはあります。さあバンガランク、さあトシタドに捕まることに成功してるが、さあどうだ、忘却は決まっている、合わせてないぞ。ただ忘却カラスポンに炸裂、さあ後ろからカウンター、シュンのダメージかなり大きいが再生の泉はもうすでに使っている、ビビクイズを落とすことに成功、素晴らしい対応、いいですね。トシサトがしっかりと生き残りダメージを出す、そしてフリーのがすごいダメージを出していましたね。フリーのシュンがしっかりダメージを出しましたね。味方を守る動きというのはこのガブリン選手の再生の泉しかないはずなんですけど、それでもしっかりと、ポイズンナイフも使って回復したと。忘却のフォローも良かったですね。さあ大量のゴールボーナスを回復し、獲得したのはヌルゲーミング。かなりこのダブルメレーに対する戦い方というのは心得ているように思えますね。ヌルゲーミング綺麗な集団戦を形成することができていると。自分たちが、戦いやすい場所でしっかりとねそのポテンシャルを生かしています。サムエルはやはり非常に強いヒーローですね。やっぱりこのレーン上がデトネーションは相当きついので、このレーン上いかに戦わないってことか、もしくはレーン上でうまく戦うかってことをちょっと考えたいですね。はい、でないと一方的に同じことをずっとされて気づけばお金差がとんでもなく開いてるなんていう展開もありえるかなと。さあ選んだビルドはアーマーですね、そしてインフュージョン。さあトリプルインフュージョン678と試合を決めに行きたいというか、まあ、ディバインヒールもありますからね。さあそして少し浮いているような状態だカラスポンが、さあここでアクロバンス、さあそしてお止めている犬を止めているが、さあしかしこれは前に出れるか、タスキしっかり前に出ているがどうだ、ディバインヒールを回っている、致命傷306回復、さあここはしっかり引いてダブルキル、さあ残った瞬ですが、さあビビクイズが祝福をかけてホーリーノバーなんとか避けるが、いや硬い反射ブロックもしっかり決めてなんとか生き残りました瞬。いややちょっとこれはフォートエースが生きなかったですね。まあ、ホーリーノバーで止めている間にしっかり前に出ましたね。かなりそのフォートレスがダメージを食らっているような形になっている間にカラスポン選手奥でキャリー2人を2対1を止めに行くような動きができていたので、そして入れ替わるように今度はカラスポンが下がればタツキが前に出るという非常にいいその
出入りができていたので、はいはいはい、集団戦の形はデトネーションが綺麗でしたね。ちょっと思ってた形と違うかもしれないですね、ヌーゲームズゲーミングとしては。そうですね、まあ、やっぱり守りが、ね、ないですからね、シュンがどれだけ引きながらダメージを出せるかで、そうしたところが狙われていますからね、今は。そうですね、シュン選手のダメージはかなり大事。セカンドタルトに手を返して、優しくて、左に当てているが、高低差、ウルトはまだないですよ。いや、いいダメージ入っています。ガンガランはありません。とんでもないダメージ入っている、さあ、カラスポに大きく削れている、もう飛び込むしかない、これはもう逃げれるか、ディバインヒーロー使ってなんとか耐えている、オード。さあ、しかし、ここはビビクイズが、ホーリーのバレ耐えているが、ただこれはビビクイズが落とされる。いや、帰らせない。さあリコールできず、そしてタレットに行く。いや、セカンドタレットはもうこれはおられるでしょうね。絶対にセカンドタレットおるぞというウルトでしたね。ガブリンスいい意思を感じました。素晴らしいウルトだと思います。このウルトの使い方は集団戦以外のところで、チームとして勝利をもぎ取るというその戦術が素晴らしいと思いますね。そしてさあここの金鉱山も、いや悠々取れますね。この選択も非常に早い、そして正確。さあ、素晴らしい。終了のゴールドボーナスを獲得していったのはヌルゲーミング。圧力がかけれればやっぱりこれは相手のメレーヒーローをね、封殺することできますからね。一回引いてからのフォートエスのエースキルに合わせて移動速度バフに乗ったボックスが前に出て、そして釣ってから後ろに下がるという動きは非常に厄介でしたね、今の集団戦。そこにまあ結果的にもカラスポン選手が前に出るしかないヘルスになってしまったので、もう行かざるを得ない。もう飛び込むしかないと、そしてやられてしまう、まあ、カーリン・クイ選手がやられるような形になったと思いますね。かなりその距離のやはり取り方が適切であればヌルゲームの方が強いかなと。ただ先ほどの一度デトネーションが勝った集団戦のようにうまい形で飛び込むことができればデトネーションの方が強いのかなと思うので、うまく飛び込めるか、もしくはトシサとシュンがうまく引き切るかっていう勝負になってると思います。さあ11分が経過している。地雷で位置は分かっているが、さあここで胸の刺激だが飛び込んでいるが、やっぱりサムエルがフリーだ。さあしかしホーリーノバが2人に当たっている。うわ、一瞬で落ちてしまうボックス。さらにバンガラング炸裂。さあここでタツキンシャがオンポイントもしっかり炸裂している。暴却はバラン革命で、いや通常でブロック。さあそしてここは落としきるダブルキル。さあ残ったガブリンスですが、いやさすがにこれは硬いので落とせないでしょうね。しっかり反射ブロックしましたが、かなりボコボコにタレットにやられてしまっているか。かなり痛いダメージをタレットがもらってますが、いやこのガブリン選手の位置もいいですね。いいですね、ちょっと釣ってますよね。隙を見てということですね。かなりいやらしい動き。さあアトラスの喧嘩もしっかり当てて時間稼ぎができています。ガブリンス、いやー厄介ですよね。これでまたタレット折れますが、まあ、阻害はされたもののファーストタレットなんとか折り返したのはデトネーションゲーミング。お金さもようやく追いついてきたところか。やっぱりちょっとその集団戦形が悪くなるとヌルゲーミングとしてきつい、そしてデトネーションとしては強い時間帯になってくるかなと、まあ、強い集団戦形になるかなと思うので、まあ、漂流を遠めに打たないとやっぱり近くなってしまうので距離が、それによって氷の場が当たってしまいましたし、相手からこっちが釣って相手を乗らせたところに引きながらの漂流に乗るっていうのがかなりそのヌルゲーミングとしてはいい形なのかなと個人的には思う。出す位置によりますよね。先ほどはまあサムエルが合流する形だったので前に漂流を打ったわけですけども、そうなってしまうとね形としては固まってしまいますからね。前に出たい意思はすごくわかるんですが、一回グッと我慢して相手が乗ってきたところに引き漂流っていうのはすごくいい形かなと思うので、その集団戦形っていうのをいつもよりもワンテンポ遅く認識して漂流の位置っていうのを考えるということができると、シュン選手のサムエルが相当輝くんじゃないかなと思いますね。さあこれはどうだ、グレースはちょっとギリギリ、いやちょっと届かないですね。胸の襲撃まで使っています。終了のゴールドボーナスを獲得したのはヌルゲーミング。これを見るとなんか最小限の戦闘で有利を取り続けたいようにも見えてきましたね、このフォートレス。かなり、ウルトを集団戦中にもちろん使いますけれども、それ以外のところでも使ってある程度有利を作れれば、まあ、美味しいかなっていう動きにもちょっと見えますね。そうですね、まあ、致命傷をかければオゾンに対してはかなり刺さるので、それだけでも十分ですし、スキルにでも、ね、十分致命傷をかけることができますし、ポイズンナイフも持っているので俺の襲撃はそこまで重要視しなくてもいいのかもしれません、まあ、あった方がもちろん集団戦は強いと思いますが、ここの狭いとこはちょっとあっと怖いな、その集合はって感じでしたけど捕まらなくてよかったですね。まあ、
下がれたので大丈夫そうですね。距離感の保ち方が本当に絶妙じゃないと負けてしまうので、グレースがかなり前目になっているが、さあここで祝福、アトラスの剣豪も入っている。さあここで忘却ですが、ここはブロックしている、いや眠っている、カラスポン。さあそしてここで群れの襲撃だが、トシサと落としきるか、落としきっている。さらにディバインヒール、ガブリンスを降下している。さあどうだ、これは1人ビビクイズのみが旬だが、ここはガブリンスを落としていく。旬を止めているような形ですね。これでただ旬選手変えれないですね。変えてる間に、いや強引に帰りますが、デトネも無視しますか。まあセカンドタレットオルトという選択にしましたかね。いやちょっとブラックフェザーが倒せないですね。いやとんでもないチェイス能力持ってますからね。ブーツそしてウルト2回、そして A スキル、バラの道もあるので移動速度が上がってしまいますし、相当チェイスにかけたヒーローです。オックス相当逃げるの大変そうですね。引き切ることができればかなりいいのかなとは思うのですが、ゲームとしてはちょっとそれが今できてない。逆に言うともデトネーションの詰め方が非常にうまいですね。かなり狭いところ、まあ、今まで上で当たられてたのを今度は下でね、当たる頻度増えたなと思いますよね。そうですね、当たり方をすごくよくしているという印象を感じますね。さあまたしても下での集団戦だが、さあ都心アトラスの健康しっかりブロックしている。ここで胸の襲撃だが、マジャブロックして、さあいやー、通りのは決まっている。さあここでアトラスの健康をもらってしまっているが、一気に飛び込んでいく。キャリーとキャプテンが2人一気に、キャリーとジャングラー突っ込んで、ここはクリスタルセントリーをものともしない。さあまたしてもこのポジショニング、ガブリンスが狙ってる間に旬を止めるビビクイズ、同じ構図を僕は見ましたね。そして一人に再生の泉、いやーもうただこれ俊選手をもうエースを取れば勝てるということだと思いますが、いや時間を最大限稼ぎますね。さあ今度は追いかける選択しましたね。いやしっかり当たってますよ。ただもうちょっとさすがに逃げ場がないので、まあしょうがないですね。まあ当然これは逃げられない。さあただエースを回復しましたよ。エースを回復しましたが、いやめちゃめちゃ回復してる、めちゃめちゃ回復しているんですが、さすがに人数差があります。さあここは落とされてしまう。ただ削って時間は稼がせた。まあ俊選手としては仕事はしましたかね。エースは回避して、相手のヘルスも削って倒されたので、クラケンもやられないでしょうし、やられるにしてもだいぶ時間を稼いで検討したと言ってもいいでしょうね。そうですね。そして、まあ、ジャングルも奪われることもないというような形になっているので、検討はしてますが、やっぱりこうそのサムエルとボックスが同じ方向に引かないとちょっときついのかなと思いますね。その2人のダメージが分散してしまうとやはり倒せないので、2人のダメージっていうのがしっかりとフォーカスが合わないと、タツキ選手しかり、カラスポン選手しかり、ちょっと倒せない。だいぶ硬くなってるんで、そうですよね、フォーカスしっかりしないと、まあ、ディバインヒールもある分、もうとんでもなく硬い2人なんですよね。2人でしっかり引くということが大事になってくると思いますね。同じ方向に同じタイミングで引く、そしてダメージを出し続けることでようやく対応できるかなと思います。なるほど。やはり先ほどが逃げてる方が逆になっているので、その結果片方倒され片方生きてはいるんですけど、まあ、結果的には勝てる集団戦ではないんですよね。引くことしかできない、逃げる集団戦しかなく、そうなるとちょっとこれ方程式がきついのかなと。まあそうですね、逃げでは何もできないですからね、ガブリンスは。なので引くのは引くんですけど、どっかでその追い返すような展開というのを作らないと勝てないと、ヌゲミ側としてはちょっと勝ち目が薄いと思うので、引いてどっかのタイミングで相手が削れて、逆にデトネーションがもうこれで行っても勝てないって思ったところを逆に逆襲すると、しっかり引き切って今度はカウンター、射程の長さを生かして追い切ることができるかどうかが鍵になってきそうです。現在18分、お金差は約 2K、 大きく差はついていませんが、まあやはりこのね猛攻メレーヒーローはどん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 ねスピード速いので。さあそして祝福、ホリノワーコが苦しみしましたね。さあボードが瞬にダメージを与えて、ここは一旦下がる動き。これはただ一緒につけてますよ。いやしかしタツキニシナが一気に降下されているが、ここで合流、ディバインヒールを使って一気に飛び込んでいく。忘却がブロックして、さあ一瞬で落ちていく。さあ祝福、さらにバンガラング、瞬はここはブロックしていくが、どうだ。さあここで一気に追いかけて、さあ一気にダメージが入っていく。瞬さらにオンポイントもらってしまった。スローかかっているが、さあ1、2、3、さあ祝福も入っている、オンポイントも入っている、すべてのスローを乗っかって、さあここで2キルを獲得していくデトネーションゲーミング。クラーケンはどうですかね。さあちょっとヘルスが心もとないですね。あとエナジーも若干心もとないか。カラスポン選手ディバインヒール使いましたね。おっと強引に行きますか。タレット3本目に行きそうですね。これは復活時間的にどうでしょうか。まあ3本目は折れそうですかね。法定設定でちょっと、いや無理はしないですが、さすがもうすぐ湧きますからね。カウンターも恐れての
下がりみたいです。でセントリーを優先しますが、ちょっとファームが遅いのが気になりますけど、まあ、シュン選手いないのでこれ当たれないですね。さあここでセントリーを倒していきます。まもなく20分になるか。ただなかなかそのエースが取りにくいのもダブルメレーの特徴ではあるので、ええ、やっぱりこう試合を決定づける大きなエースがなかなか奪えず、デトネーションとしてもこう攻めあぐねてる感は感じますよね。そうですね、クラーケンオブジェクトに繋がってないですかね。勝ってはいるんですけど、ちょっと2本目のタレットのところが変わってないので、結果的にタレット差はないような形になってると思いますし、これは長引けばどちらの方が有利になりますか。いやただ今の当たり方をし続けるとデトネーションの方が有利なのかなと思ってしまいますね。うん、まあそうですね、グレースの方がフォートレスよりも後半仕事量増えますからね。そうなんですよね。ただまあ後半になればこのサムエルは3つ目の武器まで揃ってフロストバーン入るとまたスローが入るので、ええ、まあブリンクで空を飛んでくるオゾと移動してくるブラックエザーはあんまり関係ないですけども、若干まあ、いやこれはどうだ、いやこれはしかしセントリーがそこにいる。ただこれブッシュにいるとセントリー反応しませんから。あとおっとオンポイント入っている。さあここで一気に飛び込んでいく。アトラスの健康も入っているがどうだ、一気にいやこのブラックフェザーのチェイス力やはり対応はしきれないが、シュンなんとか必死で下がっていきます。さあここでディバインヒール。さあここでシュンに一気に張り付いていく。いやこれどうしようもないですね。いやこれはどうだ、フロストバンかかっているが、やはりこのブラックフェザーのチェイス力の前には無力か。さあ残ったガブリンスも効果を落としきって3-0の交換のエースを獲得していくのはデトネーションゲーミング。うまく迂回しましたね。うまく裏から入り込んでしっかり懐深くまで入ったことによって集団戦勝つことができましたね。さあ先ほどの集団戦をもう一度見ていきましょう。この浅い当たり方ではなくて深く相手の懐にこう潜り込む、まあ、セントリーがいるという安心感からこっちに来たんでしょうね。さあクルーシブルをまといながらアトラスの健康をかけて突っ込んでいくと、これでアトラスがボックスに完璧に刺さっているのでダメージを出しきれない。完全にトスタとか封じ込められてしまったという結果でした。やはり先ほどからこのアトラスをしっかりとボックスにその祝福インアトラスをしっかりかけているので、ボックスがその引いてはいるがスタッターができない、ダメージが出せないんですよね。このトシタス選手のビルド相当アタックスピードに寄せているので、アトラスの健康が刺さると相当きつくなると。さあタレット3本目も折った後のクラーケンということでエンドイットも近づけますが、メレーはなかなかねタレット前のこのクラーケン戦というのは難しいので、守り方によってはヌルゲーミング一気にカウンターで逆転も狙います。21分22分くらいのクラーケンなので相当火力としては硬いので防御力として硬いので、シュン選手遠距離からダメージを与えることはできますが、さあクリスタルセントリーを野襲してここは一瞬で倒していきますね。夜かは分かんないですけど、まあ、しっかりとね移動中を襲って、さあセントリーが全滅、これをちょっと防げるかどうか。さあここは群れの襲撃で一旦沈んでいくんですね。さあ距離を巻いてるガッシュンが前に出たタイミングを一気に捕まえていくか。さあワンツー、さあスリー、これはガブリンスですね。さあここはタレットを選びました。さあここでディバインヒール、ワンディバイン入って、さあうまくチリジになっている。素晴らしいが、ここはしっかりブロックしているとしたと、素晴らしい。ビビクイズの祝福に対してしっかり対応できる。ここは再生のリズムが入っているが、それでもフェイントハートの威力がでかすぎる。そしてこのオゾの圧力、クラーケンに全く手が出せない。そしてバンガラングで時間をさらに稼いで、さあそして固まってるぞ、かなりのダメージ。さあサムエル落とされる。さあここでフィクスタレット持って、そして残ったボックスですが、ビビクイズがしっかり動きを止めている。そしてタツキが最後に仕留める。いやー完璧な仕上がり。ここは 3-0 効果のエースを獲得して2連勝で、ここは準決勝進出を決めたのはデトネーションゲーミング。